10月14日に開業する長崎スタジアムシティに、世界的なスポーツブランド、ニューバランスのオフィシャルストアの出展が発表されました複合型施設で、商業だけではなくて、一緒にそのスポーツ、そして他のアクティビティといったものがですね、凝縮されて体験できるという、そういうそのまずコンセプトに、大変大きな魅力を感じたと思いますし。 県内初のニューバランスのオフィシャルストアニューバランス長崎スタジアムシティ商業棟のスタジアムシティサウス3階に入ります人を中心に据えたコンセプトストアとして国内では東京の池袋、吉祥寺、広島に続く4カ所目です店舗面積はおよそ197平方メートル 売り場の中央にコミュニティーサークルと名付けた椅子を設置しスタッフの接客によるコミュニケーションだけではなく客同士のコミュニケーションが生まれるような設計となっています商品は厳選したものに絞りシューズやバスケットボールアイテムメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手のコレクションなどを展開します国内4カ所のストアの中で 唯一 B1 リーグ長崎ベルカのレプリカユニフォームの販売も予定していますまたニューバランスが長崎ベルカのオフィシャルサプライヤーとなることも発表されましたチームのサポートをするだけではなく地域密着型のイベントの実施も想定していますニューバランスが B リーグ所属クラブのオフィシャルサプライヤーとなるのは初めてです今回ニューバランスさんと 一緒にでできるとということでベルカが今までやってきた活動がさらにレベルの高いところで遂行ができると我々も実はバスケットボールの参入に関してはこう初心者といいますか始めたばかりなのでこれからあのしっかりと勉強していきたいなと思っていますが我々の,そのスポーツ業界の中ではですね昭和は野球平成がサッカーで令和がバスケット まさにもしかしたらそのとおりかなと思いますし、今の勢い、それから大きく切り開いていくといったところに、バスケットボールは非常に大きな魅力があると、我々も感じています来週30日には、ニューバランス製の新ユニフォームと、ベルカの新体制の発表が予定されています。